けてしまいました。今でも当たってはいないんですね。おっと、これはバックネット。今シーズンは厳しいなと思うんですけど、柳田のタイムリーヒットで今日は先制していますが、今これスローカーブですか。はい、時々緩い球投げるんですね。前回対決の時もありましたが、ちょっとそれが大きく抜けてしまいました。3で25試合2割8分4厘というアベレージ。もうちょっとバランスを崩しました。おっと、ボールが抜けました。珍しいですね。体に当たったんじゃないですか。テイクバックの時に多分ね、ズボンの端っこの方にでも当たったんじゃないですかね。よっぽどやっぱりボール軽く握ってるっていうことですよね。ね、競争負けです。入り球ですよね、難しいね。ここはボールが大きく抜けました。初球完全に今抜けました。珍しいですね。珍しいですね。ナックルカーブですね。おっと、なんと背中を通っていきました。珍しいワイドピッチ。近藤健介と完全に今までなかったようなボールの引っかかり方になりましたが、近藤もびっくりです。多分森もびっくりしてたでしょうね。背中の後ろ側です。近藤健介としてもこの5回が終わって試合が成立すれば通算1000試合達成ということになります。1000試合出場。